新しく始まるこちらのウォルトというサービスはアプリから注文するとおよそ30分程度で私ウォルトフィンランド発祥の出前代行サービスで北欧を中心に世界22か国で展開。 今年3月に日本に上陸し、札幌は広島に次いで国内2カ所目だ。プロ野球であるとかサッカーみたいなものが、あのオウで完成される方って非常に多いと思うんですね。やっぱり出前っていうのは、あのテレビを見ながら美味しいものを食べたい、そういったニーズに応えるものでもあるというふうに思っているので、まあ、そういったあとものを期待しております。ウバイツです。遅れること1ヶ月。 アメリカ発祥の Uber Eats が札幌でサービスを始めたあの。たくさんの方々が住んでいるマーケットですし、それだけではなくて、あの本当にいろいろな種類のレストラン、レストランの密度もかなり高くなっておりますので、このコロナになる前からのこの需要の高まりというのはかなりあったんですね。ウォルトと Uber Eats は客、レストラン、配達員の三つをマッチングさせるサービス。 それぞれ独自のシステムを持っていて注文が入ると客とレストランの位置や料理が完成する時間などから最も効率的な配達員に依頼が入るどちらも中央区を中心にサービスを開始し徐々に加盟店を増やしエリアを広げる考えだ こうした出前代行サービスは東京を中心に各都市で人気が広がっていたが札幌への参入は比較的遅かったその大きな理由が配達員は自転車を使うことが多く雪が積もる冬の期間は出前が難しいとされていた。 我々フィンランド発祥のフードデリバリーサービスですので、雪にの配達ということには自信を持っています。例えば一つの方法としては、車での配達っていうものの割合を他の県、他の国に比べるよう高めていく。フィンランドではもう20都市ぐらいでやっております。Uber Eats は2016年から日本でサービスを始めているが、北海道は国内で22番目の都道府県となった。 これまでは雪の少ない地域が主だったが、先月から相次いで雪の多い地域でサービスを開始した。で、10月以降については、そういった車を使った配送業者さんも私たちの配送パート、あ、配達パートナーの一員として加わっていただいて、でそれで雪の問題を解決していきたいと考えています。Uber Eats は配送業者と連携することで。 10月以降、車をを使った配達員を確保できる見通しだウーバーイーツはこれまで国内の市場を開拓してきた先駆者だが札幌では追いかける立場となった私たちがやろうとしていることは日常のデイリー使いに変えていくというところをやっていますのでそういう意味では本当に市場がどん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 増えてきている。その中で ま数ヶ月の違いですとかこう何年も前からいらっしゃるプレイヤーさんとま比べて今入っていくことがどうなのかというのはあまり大きな違いにはならないかなと考えていますこうして2社が参入してくるとまあ、競争が生まれてサービスも向上してくると、はい、いうことでしょうかそうですよねユーザーにとっても選択肢が増えるのはいいことですよねまずは出前の市場規模というものを見てみましょうこちらです 2015年からです、ね、右肩上がりで成長していると、つまりその新型コロナウイルスとは関係なく、もともと成長している市場だったということなんですね、うんはい、まだ2019年の段階で、ここからさらに上がっているだろうということですよねそして,そして続いて新型コロナウイルスの影響について見ていきましょう、うんはい、こちら、下がっていっているのがイートイン、いわゆる店内でご飯を食べた人の売り上げですね、うん。なるほど、うん、自粛も あってこの辺はもう緊急事態宣言が出された時でですねそうすね7割以上下がってしまっているんですけれども、はいはい、一方で出前、うん、5月には2倍以上に増えているということなんですねこれ見ているとやっぱりあの森さん、出前ビジネスというのは右肩上がりだということなんですけれども。うんはい そうですね、うん、あの出前ってそこまで私、取るわけではないんですけれども去年、出産をして子育てをしていると、うん、特に冬はやっぱりこう外に新生児を連れて出るって難しいなと思ったのでうこういった需要っていうのはやっっぱりあるなっていうのを実感しましまた先生、このデータから、えー、どんなことがまずはです、ね、そのコロナの影響で、うん、出前のニーズの方にずいぶんシフトしているなということ。それからあの日本って あのウーバーの方もおっしゃってましたけれどももともと出前文化ありましたよねでもお寿司だったりおそばだったり割と限られてましたよねこの新しい出前代行サービスが出てくることでものすごく選択肢が増えていくでそれはあの消費者にとってはあの楽しみなところじゃないかと思うんですよね。ちょっと率直に これはは儲かるるで気になのそもう、見てる大変そうじゃないですか、これ。まず一度、お金の流れというのを見てみましょう、それがこちらです、単純な算数の話なんですけれども、まずお客さんが料理を注文しました、1000円の料理を頼みましたと、そうしたら支払うのはですね料理代の1000円プラス配達料ですね、これはボルトの場合なんですけれども、最低199円から、距離が伸びることによって、その金額は変わりますよと。 これを一度ウォルトに支払います。その後にレストランと配達員とまあそのウォルトの利益という形になるのですが、レストランから30%ウォルトが引いています。レストランの売り上げとしては料理代の7割ということですね。そして配達員の方、配達員の方はこれもウォルトの場合ですが、最低400円から。これも勤務回数だったりとか距離に応じて変わっていきますということなんですね。先生この仕組みいかがでしょうか。あのですね、そのまあ今までね出前って。 取っても配送料取られないケースの方が多かったですよねでところがねあの実際にはコストがかかっていたわけですねでその配達にかかるコストっていうのがちゃんと可視化されるっていう意味ではビジネスとしてはある意味健全なのかもしれないですよね、うん、これ一件一件の注文から得られる利益は少ないですけどもそればっかりこう1日中やり続けてると案外 収入はまとまってくるということなんですか。そうですね。ウォルトもウーバーイーツも独自のテクノロジーを持っていまして、まあそれだけまあその配達の効率を上げるという意味では技術を持っているというそこに自信を持っているということなんですね。なるほどね。はい続いてははいやはり気になるのは配達員ですよね。うん、その個人事業主として働く配達員に注目しました。配達員は個人事業主、バイト感覚で隙間時間で稼ぐ。 学校の帰り道だったりにちょっとだったり、そういうふうに使えたらなと専業を視野に働く人もは<ー>。はー